西鉄バス北九州、戸端自動車営業所は、西鉄バス北九州のバス営業所の一つで、主に、北九州市と新部と戸端区を結ぶ路線を担当する。北九州地区の営業所では、走行範囲が一番広い。路線車ハローキティバス戸端時代現在は、小倉所属2009年2月22日、北九州地区では、小倉、八幡に続いて、戸端。 文字、ニナでんの3営業所へのにもか導入が実施された。福岡県北九州市戸畑区川城2丁目1番46号2021年7月31日、現在の路線2020年3月のダイヤ改正で、新設された。小倉営業所が担当する鞘が谷大谷地線の、大半を7番と分離し、製鉄とび旗門大谷池を担当する。 93番製鉄飛び旗門発着と違って、飛ば大気を経由する。ダイヤ改正03-26西鉄バス北九州。西日本鉄道。2016年3月26日時点のオリジナルよりアーカイブ。2016年3月26日閲覧。平成29年3月25日ダイヤ改正について。西鉄バス北九州。 2017年3月27日時点のオリジナルよりアーカイブ。2016年3月27日閲覧。ありがとうございます。